さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座健やか見聞録。10回目は循環器内科の沢口雅彦さんに急性心筋梗塞についてお聞きしました。沢口先生、今日はよろしくお願いします。鳥取県立厚生病院循環器内科の沢口です。本日は急性心筋梗塞について皆様と一緒に勉強していきたいと思います。急性心筋梗塞とはどういう病気なんでしょうか？それではまず心臓の解剖からご説明いたします。心臓は胸の真ん中にある握り拳大の臓器で、全身に血液を送り出すポンプの役目をしています。心臓の表面には冠動脈という心臓の筋肉に栄養分と酸素を送る血管が走っています。冠動脈に動脈硬化が起こると、血管の壁にコレステロールなどの脂肪が溜まってきて、プラークと呼ばれる動脈硬化性病変を作ります。そうしますと血管の内腔が狭くなって血液の流れが悪くなってきますが、その状態を狭心症と言います。さらにプラークが破れますと血栓という血の塊ができて血管が閉塞してしまいます。そうしますと冠動脈に血液が流れなくなりますので、心臓の筋肉が壊死してしまいます。その状態が急性心筋梗塞です。急性心筋梗塞になるとどういうことが起こるんでしょうか？急性心筋梗塞では心臓が機能不全となり、全身に十分な血液を送り出すことができなくなってポンプ失調となります。そうしますと鬱血や末梢循環不全が起こってきて心不全となります。さらに高度に心機能が低下しますと、生命維持に必要な循環さえも保つことができなくなり、心原性ショックといわれる状態になります。その他には心室細動や心室頻拍といったすぐに処置をしないと命に関わる重篤な不整脈が起こっていきます。また心臓に命令を伝える経路である刺激伝導系が障害されて、房室ブロックと呼ばれる徐脈になることもあります。さらに心臓の筋肉が壊死することによって弱くなり、心臓の圧力に耐えられなくなって破れてしまう心破裂や心室中隔穿孔が起こってきたり、さらに弁が機能不全となり重篤な逆流を生じることがあります。心筋梗塞の死亡率は 20-43% と非常に高く、その原因の多くは心室細動や心原性ショックです。また急性心筋梗塞では病院到着の前に心停止になってしまう人が多いのも特徴で、その原因の多くは心室細動であると言われています。これは急性心筋梗塞の人のモニター心電図です。赤いアンダーラインの部分が心室細動です。非常に速くて不規則な心拍です。心室の筋肉は細かく痙攣しているだけとなり、ポンプ機能が失われて血液を送り出すことができなくなります。心室細動が起こると意識がなくなり、脈が触れなくなって呼吸も停止してしまいます。すぐに電気ショックや胸骨圧迫などの処置をしないと心臓はそのまま停止してしまいます。急性心筋梗塞ではどのような治療が行われるんですか？急性心筋梗塞では閉塞した血管をバルーンで拡張したり、あるいはステントといわれる金属の筒を血管内に留置することによって冠動脈に再び血液が流れるようにします。これらの治療を冠動脈インターベンションと言います。これは急性心筋梗塞の閉塞した血管にステントを留置することによって冠動脈に再び血液が流れるようになった症例です。急性心筋梗塞が起こった時にはどのような症状が出るんでしょうか？急性心筋梗塞では胸部圧迫感を伴う胸痛発作が突然に起こります。特に30分以上持続している場合には心筋梗塞である可能性が高いと言われています。注意点として心臓の発作ではありますが、胸部のみに症状が出現するとは限らないということがあります。首や顎の痛み、左肩の痛み、左肩から左上肢にかけてのしびれや脱力、上腹部痛などを訴える場合もあります。
そのような症状が起こったらどうしたらいいんでしょうか。胸痛発作が起こってすぐに治まらない場合には、救急車を呼んですぐに専門的な治療のできる病院へ行くことが大切です。急性心筋梗塞は発症したら時間との勝負になります。30分以上続けば心筋梗塞の可能性が高いとは言いますが、30分待つ必要はありません。一刻も早く冠動脈の血流を再開させることが重要です。急性心筋梗塞の原因はどのようなものがありますか。動脈硬化を起こしたり進行させる原因を危険因子と呼び、このようなものがあります。これらの因子は互いに関係し合っており、因子の数が増えるほど雪だるま式に動脈硬化の危険性が高まります。予防にも治療にもこれらの因子を減らすことが大変重要です。高血圧、糖尿病、脂質異常症は塩分やカロリーの摂りすぎ、運動不足に関係しており、生活習慣病として位置づけられています。一般的に血液がドロドロの状態とは脂質異常症のことを指しています。血液の中に余分な脂質が増えてきますと動脈硬化を起こしやすくなり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなります。中性脂肪は体を動かすエネルギー源の一つですが、エネルギーとして使われなかったものは皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。血液中の中性脂肪の値が高いということは肥満や脂肪肝になりやすいということを示しています。中性脂肪は糖分の摂りすぎで高くなりやすい傾向にあります。コレステロールは体の細胞やホルモンの材料として使われますが、余ったものは血管の壁の中に入り込んで動脈硬化の原因となります。全身にコレステロールを運ぶ役目をしているのが LDL で、逆に余ったコレステロールを血管の壁から剥ぎ取って回収する役目をしているのが HDL です。そこで LDL を悪玉コレステロール、 HDL を善玉コレステロールと呼んでいます。その他に動脈硬化を非常に起こしやすい超悪玉コレステロールとして小型 LDL があります。小型 LDL は血糖値の高い人、中性脂肪の値の高い人、内臓脂肪型肥満の人の血液中に増えてきます。最近の研究ではメタボリックシンドロームが注目されています。メタボリックシンドロームはお腹の臓器の周りに脂肪がたまる内臓脂肪型肥満によって高血糖、脂質異常、高血圧などが引き起こされた状態で、血液中には超悪玉の小型 LDL が増えてきます。この状態を放置しますと動脈硬化を引き起こし、命に関わる病気を招きます。予防のためにはどうしたらいいんでしょうか。動脈硬化の予防と治療では、まず運動や食事などの生活習慣を改善させることによって危険因子を除去することが大変重要です。ウォーキングやジョギングなどの運動を毎日続けますと、中性脂肪が下がり善玉コレステロールが増えることによって動脈硬化に対して治療的あるいは予防的な効果があります。運動はまた高血圧や糖尿病の予防にもなります。食生活については、動物性脂肪は動脈硬化の発症や進行を早めますので摂りすぎないように注意をし、植物性脂肪からできたものを利用するのが良いとされています。イワシ、サバ、サンマなどの青魚の油には EPA や DHA という成分が含まれ、中性脂肪やコレステロールを下げたり血液をサラサラにする効果があります。食物繊維にはコレステロールの吸収を抑制する効果があり、また肥満の予防にもなります。塩分の摂りすぎは高血圧、糖分の摂りすぎは糖尿病などの原因になりますので注意が必要です。嗜好品についてはアルコールはほどほどにし、タバコはやめるのが一番です。肥満は動脈硬化の進行を早めますので、食べ過ぎに注意をし、日頃から体を動かすことが大切です。危険因子をお持ちの方で生活習慣の改善によっても効果が少ない人に対しては薬による治療が行われます。動脈硬化に対する薬物治療の中ではコレステロールを下げる薬が最も大切です。プラークによってすでに血管内腔が狭くなった人の場合にはカテーテルによる治療やバイパス手術が行われることがあります。
その他の問題として動脈硬化性疾患の合併の問題があります。動脈硬化は全身性に進行するため、動脈硬化性疾患の患者さんの多くは他の動脈硬化性疾患も合併しています。したがって何らかの動脈硬化性疾患に罹患している人は冠動脈疾患も合併している可能性がありますので注意が必要です。運動や食事療法など普段の生活習慣を見直しながら病気にならないように気をつけたいと思います。今日はどうもありがとうございました。